皆さんこんばんは。3月24日のしおチャンネルです。今日も朝8時から、部会がありましたので、7時過ぎに王朝を出て国会に到着をいたしました。本当に国会というところは忙しくてですね、地方議会は年4回の定例会で、それはそれで本当に大変で夜中まで仕事をしていたんですが、それが国会に来たらですね、ほぼ1年ぶっ通して続いているというような状況だと思ってもらえれば分かりやすいと思います。ただその通常国会とか臨時国会とか特別国会とか、その間はある程度空くんですが、その間に活動報告とか地元回りをするので、地方議員の時とは暗いものにならないですね、仕事量は多いというふうに思っています。一方で地方議員の時はですね、私は無所属だったのでそこまでではなかったんですが、無所属ではない政党所属の地方議員さんは、それこそですね、地域を回って政党を支えて、そして国会議員を支えるという活動をしているので、この違いはあるということは皆さんに知っておいていただきたいと思います。そして今日もですね、成年年齢の引き下げで18歳19歳の AV が実質的に解禁になるというお話ですね。昨日集会が開かれて私も参加してきたんですが、各社メディアが入りましたし、テレビも入っておりました。この問題もうようやくですね、今になってですね、これは本当大変だ、4月1日から大変だってことに気づいていただけたんだというふうに思っています。ただですね、私たち野党はすごく前向きに進んでいくんですが、与党の皆さんも聞いてみればみんな前向きなんですが、全体的になった時にですね、またどういう判断になるかわからないので、皆さんの力でぜひ与党の皆さんにも高校生 AV が普通の国にならないようにですね、ぜひ皆さんも応援をしていただきたいと思っています。ざくっとした分かりやすい話はこちら、サイトなんですが、ぜひ見てください。毎日新聞社の政治プレミアで今日私の記事が公開になりました。概要欄の方に政治プレミアの URL と Facebook にはですね、全文を載せてくださっておりますので、会員登録がない方はですね、 Facebook の URL から全文読んでいただけたらというふうに思います。ざくっとした問題は私のこの記事を読んでいただければ分かりますし、じゃあなんで18歳19歳だけなんだとか、なんで AV だけなんだっていう方いらっしゃると思うんですが、それは複合的な問題が国会の中で議論されていて、それが解決されないままになっているという説明がすごく難しいので、複雑なので、そういう問題は皆さん言うかもしれませんがあるんですよというところを、皆さんにお伝えしたいというふうに思っています。端的に言うとですね、こちら平成30年ですね、平成30年の当時の、上川大臣ですね、上川大臣も政府としても検討を続けなければならない喫緊の課題であるというふうに認識をしているという答弁があります。そしてですね、それを受けた後ですよね、令和2年なんですが、関係府省対策会議というところでですね、この問題が取り上げられておりまして、法的対応を含め必要な対応策を検討するということで、法的対応を前提に考えられていたんですが、その後今日に至るまで放置されていたような状況です。法務省の答弁もあって、この問題同じ答弁なんですね。最終的に横串を刺して調整をしていくのは内閣府であり、男女共同参画と、そして、性暴力ですよね、そこの担当も内閣府になりますので、個別立法をしっかりと、先導していくのはですね、主導を握っていくのは、内閣府だったというところなんですが、その姿が今見えていないということで、今日に至るまでこの問題に穴が開いたままになっているということになってしまっています。未成年者取消権は消費者契約法なので、ちょっと今回これで対応するにはちょっと間に合わないんですよね。ですので緊急的にですね、特例法を用いてですね、民法に少しちょっとね、こう穴を開けるという形になるんですが、本当に事件的にだけ許していただきまして、その間にですね、なんで18歳19歳だけなんだとか、なんでじゃあ AV だけなんだとか、どこまで線引きをするのかとか、その定義も含めて、そして監督官庁がないんですよね、今これ AV。じゃあ映像とかそういったその芸能っていうのはどこが所管なんですかって聞いた時にですね、文化庁かなっていう答弁が答弁といいますか、部会の中で政府からあって、AV の監督官庁が文化庁なんですかって、そりゃないよねっていうことで決まってないんですよ。そうしたことも含めてしっかりと対応していくと、なので2年ぐらいかかるかもしれませんが、超特区でやっても1年かもしれませんが、全般的なデジタルタトゥー忘れられる権利も含めて、それは個別立法をやっていくんですが、その検討内容も含めて今回は特例法でですね、
穴が開いた部分をパッチで貼ると、そしてそうした今後の検討課題もその法律に入れてしっかり検討するということをやっていきたいというふうに思っています。何分ですね、与党の皆さんの協力が必要ですので、皆さんからもですね、この問題応用していただきたいので、プッシュしていただけると助かります。それではまた明日。